小春ちゃん、お先。白状者、うん、小春さん、手伝うわ。主任、おった。主任のおかげであっという間でした。ありがとうございます。いいの。主任、お礼に美味しいカクテルをご馳走させてください。あ、そのこの後予定があって。え、予定があったんですか。すいません。いや、その、でも。あ、じゃあ明日のランチはどうですか。あ、ぜひ。やった、約束ですよ。じゃあお先に失礼します。小春くん、僕と飲みに行く。あ、いや結構です。ただいま。おかえり、ちーちゃん。今日も一日お疲れ様。ご飯は？少しでいい。空は？一緒に食べよう。今日は僕が漬けた梅酒で作った梅スプレッドだよ。いや、私は、お酒は…ちーちゃん、召し上がれ。口いっぱいに咲き乱れてる。出ます。今夜のお酒、梅スプレッド。1対1で割るのがコツ。レモンも入れよう。甘いけどすっきりしてる。レモンのおかげだね。もう一杯おかわり。かしこまりました。そういえばこんなのもあるよ。ミニおでんちょうだい。今日飲みに行こうって誘われちゃってさ。うん、超行きたかった。ちーちゃんお酒好きだもんね。でもダメなの、酔うと変になるもん。こんな姿誰にも見られたくないよ。うん、隣。ちーちゃんいい感じに酔ってる。酔って私はお嫌いですかにゃ。そんなことないよ。お酒を飲まないと自分が出せないって人は少なくないから。それは私のことだ。ああ、すっき。今日も酔ったちーちゃんは可愛い。行ってきます。行ってらっしゃい。真っ昼間からお酒飲んじゃった。最近休日はいつも外出してたし、今日は一日家でゴロゴロしよう。じゃあそうする。ゴロゴロする、ゴロゴロ。さて、ソラどこ行くの。え、火事の続きを。ゴロゴロしないの。じいちゃんはしてていいよ。僕はダメ。ソラもゴロゴロするの。あれ、今日雨だ。ああダメ、スマホダメ。でも洗濯。もうゴロゴロしよう。買い物も行かなきゃなんだけど。ダメ。ああ弱ったな。ほら雨。はい、外行くのダメ。でも冷蔵庫空っぽだよ。我慢する。お酒もないよ。嘘。ほんと、料理に使う古い日本酒くらいしかないよ。ごめん、古い日本酒の匂い苦手だったよね。でもなんとかなるかも。お願いします。お待たせしました、みかんブリーゼでございます。召し上がれ。私服に次ぐ私服。これ本当に日本酒？大人のオレンジジュースだ。佐藤博は今夜のお酒、みかんブリーゼ。日本酒が苦手な人でも飲めますよ。オレンジジュースじゃなくてみかんジュースだぜ。そら、これ美味しい。全然臭くない。よかった。雨止まないね。でも私雨好き。こうやって空とゴロゴロできるし、それに、
空に初めて会った時のこと思い出すからキュンってする。そっか、僕もだよ。あ、雨上がったね。今度こそお酒もうないよ。主任、大丈夫ですか？千里？私が悪いんです。私が羽根付きレモンなんて持ってくるから。ベンベン食べや。うん、悪いのは私。どうしても天井に吊り下げたくて。何してんの？それより足は大丈夫？歩けるの？主任の足が。旦那に迎えに来てもらいなよ。でも小春が責任感じて家まで送るとか言い出しかねないよ。じゃあ。失礼します、水沢の夫です。はじめまして、同僚の白石です。妻がお世話になっております。これよかったら皆さんでどうぞ。いいえ、そんな、ありがとうございます。じゃあ行こっか。それでは失礼します。彼、若い頃の僕にそっくり。そうすか。2、3日で治るって、よかったね。うん。もう少しで家に着くよ。うん。大丈夫？うん。ソラ、お酒飲みたい。今日はやめておいた方が。今夜は、酔いたいな。シンデレラでございます。召し上がれ。どうかした？ううん、いただきます。しふく、すっごくフルーティーで甘いパインジュースだ。空好き。どうしたの、ちーちゃん？だって会社で抱っこされて、帰りにおんぶされて、なんかキュンってきちゃったんだもん。ちーちゃん、もしかして酔ってる？酔ってる。ごめん、あのカクテルってノンアルコールなんだよね。え？今夜のドリンク、シンデレラ。ノンアルコールなので誰でも飲めます。はい、ノンアルでした。でした。大丈夫、雰囲気酔いってあるからね、ね。見てください、すべての具がとろけて混ざった100時間煮込みカレーです。わあ、すごく美味しそうです。では早速、美味しそうだね。いただきます。それでは皆さん、また来週。そろそろ寝よっか。うん。お？お腹減った？大丈夫。ちーちゃん、今から食べちゃおっか。チーズのり巻き、ちくわきゅうり、にんにく味噌と生キャベツです。どうぞ。いただきます。おいしい。よかった。スプリッツァーでございます。召し上がれ。ほんと至福。爽やか、ビタン酸ワインだ。スパーキー。今夜のお酒、スプリッツァー。弾ける口当たり、アルコール度数も低めで飲みやすいです。ライムとレモンは色で見分けがつくが、完熟するとライムも黄色くなる。どっちがレモンだったかな。いい天国。なんかこの匂い。とっておきの締めを用意しました。どうぞ。いい、死んじゃう。空は私をダメにする。幸せ。よかった。至福。何？うん、何言ってよ。
ちーちゃんってさ、どうしてそんなに可愛いの？え？何それやだ、恥ずかしい。ごめんごめん。もう罰だよ、お布団の中でギューってするけい。参ったな。ちーちゃん、おかえり。ただいま。ああ、ちーちゃんひんやりしてる。うん、もう冬。秋も終わりか。じゃあ秋のカクテルも飲み納めかな。ソラ、 お酒ちょっとの間やめる。もうすぐプレゼンだから、家でも仕事しなきゃ。そっか。じゃあ料理の方で腕を振るおうかな。うん、お願い。ちーちゃん、大丈夫？一日くらい休んだ方が。締め切りがもう明日だから。ごちそうさま。はい。邪魔してごめんね。差し入れ持ってきたよ。特製バナナカクテルでございます。お酒はまだ。大丈夫、ノンアルコールカクテルだから。ちーちゃん召し上がれ。ノンアル。至福です。濃厚でもすっきり復活。今夜のおやつ、特製バナナカクテル。味はもちろん疲労回復にもってこい。おっそ、俺バナナ、バナナって腐って知ってたかな。じゃあほどほどにね。ソラ、いつもいつもありがとう。ううん、うん。いつもお疲れ様。明日も頑張ってね。うん。おーい、白石くん。はい。次にやる PR 企画なんだけど。はい。君のじゃなくて水沢くんのでやるから、サポートよろしく。佐藤、ちょっと付き合って。女の戦い勃発か？主任。おめでとう千里。今回は負けたけど次は勝つから。これ勝利の美酒、私のおごり。その飲まないの？こっちは負けを認めて腹割ってんのに。いや違う。また負けた。もうこうなったらサポートでも何もしてやるっての。その時はお願いね。お願いして、いっぱいして、してして。いつも妻はすみません。いえ。おかえり。ただいま。軽く何か飲む？お祝いのお酒。かしこまりました。ベリーニでございます。召し上がれ。至福。なんかセレブっぽい味。お高いピーチジュースだ。ピッチピッチ。今夜のお酒ベリーニ。ロゼで作ると色が綺麗。桃はミキサーにかけてね。俺桃くん、缶詰の桃って熟してないのを使っとるんよ。今日ね、会社で私の企画通ったの。おお、だからお祝いって言ってたんだね。おめでとうちーちゃん。うん。だけどゆいの落ちちゃった。それなのにご飯誘ってくれて、おめでとうって言ってくれて、サポートでも何でもするって言ってくれたの。強い人だね。うん、次は負けないって言われた。
でも私だって負けないもん。それにユイがいてくれるからここまで。お疲れ様。お昼のニュースです。なにわ動物園で生まれた子グマが。ちいちゃん、チャンネル変えていい？子グマを見るために、ありがとう。多くの人が訪れ。ゆっこにお任せ。新婚さん、おいでませ。こないだ変なメールが来て。もう驚かさないでよ。懐かしい、これ映画館で見たな。呪いのメールって知ってる？そのメールを読んだ人は1週間後に。やめてよ、本当に。なんとか言ってよ。いや、大丈夫。そう？ちょっと待ってて。どこ行くの？台所に行くだけだよ。アイリッシュコーヒーでございます。せっかくだから何か飲みながら見よう。召し上がれ。このメールは一体どうなっているんだ。これが呪いだというのか。君は怖くないのか。俺は恐ろしい服。騙された。コーヒーなのにこれお酒だ。やだな、怖いな。今夜のお酒、アイリッシュコーヒー。僕白米、焙煎前のコーヒー豆って白いんだよ。コーヒーリキュールと熱湯と生クリームでも簡単に作れるよ。呪いを解く方法が分かったの。本当か。この中にあるんだな。壊して入るぞ。怖っ。大丈夫だよ。よしよし。怖い。けど見たい。怖い時はいつでも抱きついていいよ。これは。ああ怖いよ、ソーラ。大丈夫だよ。そこにいるのは。怖い、そりゃ。いや、あの普通のシーンだけど。そーら、こわいよ。聞きました。うん。ちいちゃん、テレビ見えない。怖い怖い。ただいま。おかえり。どうしたの？ちょっと夕方から咳が出てきて、まあ心配ないよ。熱がある。寝てて。え？でもご飯作らなきゃ。寝てて。え、はい。あのちいちゃん。え？な、何？やっぱり僕が。寝てて、ちゃんと休んで。大丈夫だから。酒です。わあ、ちいちゃんが作ったの？いい匂い。いただきます。うん、とっても美味しい。ちいちゃんも一口どうぞ。でも温まるよ。悲しい服。飲むプリンみたいで美味しい。だけど悲しい。レモンも作るよ。今夜のお酒、卵酒。ノンアルコールでそのままでも十分美味しい。卵は完全食と呼ばれてやんすが、他にもカレーとかヨーグルトもそう呼ばれてるでやんすよ。ごめんね、ソラ。頑張ったんだけどいろいろ失敗して結局こんなのしか。
え？卵酒すごく美味しいよ。もう一口くれないかな。うん。ふふ。はーん。うん。美味しい。あったまるよ、ちいちゃん。早く元気になってね。皆様、おはようございます。本日のお天気コーナーです。本日は全国的に晴れ模様となります。移動性高気圧の影響により。ちいちゃん、元気ないね。うん、平気。ちょっと疲れてるだけ。そう。ごちそうさま。行ってきます。ちいちゃん。空。人ってハグを30秒しただけでも元気が出るんだって。どう？元気出た？あと30秒お願い。主任。はい。次の PR イベント。主任は今日もビシッとしててかっこいいな。はい。疲れた。あ、レモンの被り物なんですけど。何？休憩室まで連れてきて。悪いけど疲れてんのよ。手短にね。ちょっと何？30秒待って、ハグをすると元気出るから。え？ただいま。おかえり。遅かったわね。ああ疲れた。あ、どうした？おい、ハグを30秒したら元気出るから騙されたと思って。照れるんだけど。私もだよ、そんな。至福。シナモンみたいな匂い、飲むブランデーケーキだ。ハグ待ってます。今夜のお酒ズーム。カクテル言葉はズバリ抱擁。シェイクは強めにね。バク8レモン。今日ずっと元気だったよ。よかった。それにとっても幸せだった。ソロは疲れてない？少しだけ。ん？もう30秒経ったよ。ダメ、あと30秒。わあ、じいちゃん助けて。今行く。ただいま。ソロ。僕ぬいぐるみになっちゃった。ソラ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 。え、ソラ？じいちゃん。ごめんね、エイプリルフールだったから。別に。ああ、怒ってるね。まあ、嘘をついてもいい日ってことで。嘘ビールでございます。ビールなのかな、どうかな。召し上がれ。ポンポン私服。あれ？これってビール？じゃない！ジンジャーエールだ！私はレモンではない。今夜のお酒、シャンディガフ。見た目はビールそのものだけど、驚くほど飲みやすいです。パインジュースに生姜を入れても、うまい辛い！ずーん。おい、じいちゃん。怖かった。本当にぬいぐるみになっちゃったって思った。あははじゃないよ、もう。本当にごめんね、嫌われちゃったかな。嘘、これ嘘。怒ったふりでした。あれ、そっか、騙されちゃったな。空は私のこと嫌いになってない？もちろん、
大好きなままだよ。お詫びじゃないけど、ちーちゃんも嘘ついていいよ。じゃあ、ソーラ、嫌い。へぇ。嫌い。大嫌い。入ったな。嘘。お疲れ様でした。主任、これから一杯どうですか？いや、私は。ノンアルも美味しいおすすめのお店があるんですよ。それにマスターもすっごくいい人で。それなら。やったじゃーん、コックでーす。ここって。千里、知ってんの？よく知ってる。マスター、います？いらっしゃいませ。あれ、主任の旦那さん。どうして？マスターは急な用事で欠勤でして、今日は僕が代理です。本当驚きです。まさかこんなところで。危ないな。あの、もしもし。そらすまん、風邪をひいた。今日店頼む。え？はい、すみませんでした。申し訳ございませんでした。お茶が。大丈夫大丈夫。プニプニするよ。お客さんですか？今日マスターいなくて。いや違う、私ただの雨宿りです。あのこれ。でもなんで今朝店の前で拾って、もしかしてって思って。よかったです、返せて。ありがとうございます。いえいえ。これ触ってると癒され。よかったら一杯どうですか？雨ですね。はい。やみませんね。はい。すみません、会話するほどの余裕がなくて。いえ、私もうまく返せなくて。少し集中しますね。マンゴーフローズンでございます。え？マンゴー？ビールとかじゃなくて？お酒初めてで。僕の配慮が足りませんでした。でも初めての人にもおすすめです。きっと好きになります。甘い。喉とお腹がポカポカする。体が熱い。でも心が軽い。まるで至福。おいしい。本当ですか？他にもおすすめがありますよ。何か、ふわふわしてきた。こんなの初体験。至福。もう朝ですね。二日酔いとか大丈夫ですか？ごめんなさい。お金ここに。さようなら。あの、また来てくれますか？さてと、今日も頑張るか。それにしても飲まない千里にはもったいない旦那さんだわ。こんなに美味しいお酒を作ってくれるイケメン夫って反則っすよ。旦那さんは本当に千里でよかったの？ちーちゃんじゃなきゃ僕はダメですよ。うわー、ちーちゃんって呼ばれてんの？うわー、旦那さん
じゃ僕たちも帰ろうか。うん、ゆっくり、もっとゆっくり歩こう。うん。じいちゃんおかえり。今週もお仕事お疲れ様でした。喉渇いたでしょ。少し。じゃあまずはお腹に優しいこの一杯から。ヨーグルトスムージーでございます。カレーもどうぞ。うん。はっ。おいしい？うん、とても。よかった。でもまだとっておきがあるんだ。ちーちゃんのためにキンキンに冷やしたデザートです。不意打ちの私服、酸っぱ冷たい。これパイナップルのかき氷だ。違います、マンゴーです。ラストレモン。今夜のお酒、マンゴーフローズン。マンゴーとパインは冷凍して、そのままウォッカと混ぜてミキサーにかけます。これもいるんだな、これが。マンゴーも入ってるんだよ。へえ、マンゴー。マンゴー？ビールとかじゃなくて？お酒初めてで。あ、僕の配慮が足りませんでした。でも初めての人にもおすすめです。きっと好きになります。あれ、それちーちゃんに初めて出したお酒なんだけど。覚えてるよ、忘れるはずないもん。ね、好きになったでしょ。確かに好きになったよ。お酒と。そら。さあ、金曜日の夜はこれからだよ。次は何がいいかな。次はね、もっと甘いやつ。ただいま。お仕事お疲れ様。年初から大変だったね。仕事だから。主任さんは忙しいね。うん。僕としては正月くらい温泉にでも使ってゆっくりしてほしいけどね。今年は無理かも。だよね。お風呂先に入っちゃう？うん、そうする。ありがとう。疲れた。ちーちゃん、ちょっといいかな。な、何？開けていい？どうして？まあまあ、騙されたと思って目をつぶってて。目を開けていいよ。ゆず熱燗でございます。せめて温泉気分だけでもね。召し上がれ。いただきます。ゆったり至福。喉が熱いホットレモネードだ。ゆずもいるよ。レモンもいるよ。今夜のお酒、ゆず熱燗。ゆずとレモンの相性はバッチリ。沸騰させずに温めよう。仲良し。ほへー。うん。ほへー。
よかった。ソラ。ん？そのうちちゃんと温泉行こうね。美味しいご飯食べてゆっくりしよう。ね。なんか気にしてる？だって、二人の時間が作れないから、ソラに悪くて。まあ、でも、僕はちーちゃんと一緒なら、どこでも幸せだから。私服。 Don't let me tell 教えてくれ。